名古屋守衛を参った我らが名古屋おもてなし武将隊出陣の夫人はわし徳川家康佐藤清正佐そして足軽陣合隊の松之助じゃ清正先駆けは許さぬとあれほど申したであろう。申し訳ございません。ああよい、それだけ戦に臨む気持ちがあるということじゃな。さようにございます。その心意気はよし。だがわしとかぶるな。申し訳ございません。よいぞ。そう、この一本気な加藤清正を従え、わしはこのように主たちの目の前におる。あいにく我らの演舞はこたびござらぬか、なるべくもって主たちと共に時間を過ごしたいと思い、このように我らは出陣をいたしておる。さあ最後に勝之助や、はっ、主からも一声小者たちに聞かせてやるがよい。はっ、皆様ようこそ名古屋城へお越しくださりました。さあ雨ではございますか。雨ではござりますが、まことにこたびはこの名古屋おもてなし武将隊の10人全員がこの名古屋城に揃いまして、大変名古屋城盛り上がっております。この後も皆様名古屋城存分にお楽しみくださりませ。どうもである。足軽の陣合隊和之助いな、わしは先ほど通った標識は持っておるかと。傘ですか。わしも大丈夫です。陣傘があります。そのようなことを聞いた。標識を持っておるか。持っております。そしたら通ったこの者は写真ですか。違う。なぜ急にわしの写真を撮るという。標識を持っておるかという。はっ、持っております。はっ。佐藤清正よ、はこたびはこのように雨模様であるが、多くの者たちが集い嬉しいことだな。さようにございます。やはり主としては演舞を観光したかったか。それはあるのでございまするが、この10人揃って皆々におもてなしをする、こういう日もまた良きかなとも思いました。さようか。さあ主は小野賀自身で名乗りたかったわけじゃな、おそらく。あ、では、勝之助。はっ。お前より。さあ、せっかく上このような珍しき夫人はない、写真を撮れ。そして、改めて名乗りをあげよう。わしが、征夷大将軍、徳川家康。わしが、豊臣家の守護神、加藤清正。陣笠隊、勝之助。我ら、名古屋をもてなしに招待。はぁ。さあ我らは一時退避いたすかな。最後まで存分に楽しんでいくがよい。また会おう。さらばじゃ。拍手が小さい。満足いたした。